いえーと、来ました。3月3日。来ました、来ました。来てしまいました。昨日、神戸対サンフレッチェルスは0対0だった。今日はね、複数得点期待して、ぜひしっかり見させていただきたいと思いますね。スタジアムです、スタジアム、スタジアム。名物は何かありますか？カメラマンさん。ケバブ。ケバブ、美味しいですか？京都さんが独特なスタジアムの形をしててですね、すごい気持ちが弾んでますんで、行ってみたいと思います。早速お酒を入れております。マリサポ少ないですね。そうですか、しょうがないんですか、ね、アウェイですし。マリサポじゃないですよ。炎上しますよ、大丈夫ですか？炎上しないで、炎上しないで。僕、中立の立場ですから、本当に。あ、スタグルも。食べる、スタグルも。いかん？大丈夫です。ファミチキ食ったもんな。ファミチキ食ったからな。ポップコーンとか言ってた。ポップコーン。はい。ヨシヤとかうまそうだね。うまそう、うまそう。結局、お前も歌ってくれよ。ちょっと、スタグル行ってきます。スタグルに行ってないのよ、お前、甲府のおじちゃんは。やばい、もう、甲府じゃないですよ。いやいやいや、私服の時の甲府のおじちゃんがいる。
マリノーズ面倒勝った勝った勝ちました3対2ですよ。昨日 0-0 だったんでね。イエーイ。これから帰ります。大変です。ここから大変です。退場して辛い試合だったけど、でもよく勝ったんで、マリノーズは辛い試合まで物にしましょう。ただ皆さん、ここからアウェーゲームの自爆じゃねえ。でもアウェーゲームの時は帰るまでが試合です。気をつけて帰ってください。お前だよ。じゃあ。